神奈川県横浜アリーナで22日、5日間にわたる乃木坂46のデビュー11周年記念公演、乃木坂46 11th year birthday live が開幕した。1期生、5期生が勢揃いした初日公演では、1036曲をパフォーマンス。1万2000人の観客が3年ぶりの声出しに歓喜し、熱烈なコールでメンバーに応えた。東京都の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更に伴い、マスク着用の条件で、2020年開催の11th year birthday live以来、約3年ぶりに声出しを解禁。会場前アナウンス、影慣れ、夜開演前の時点から、場内ではメンバーの名前を叫ぶ声が響き渡った。楽曲の終盤で秋元が、皆さんも歌ってください、と問いかけると、最後のサビでメンバーの、ウォウ。に続き観客が歌詞を歌い上げ、今日は皆さん、楽しんでいきましょうと鼓舞すると観客は、イェーイ、と歓喜した。MC では、メンバーを代表して挨拶した秋元が、大きな歓声の響く会場に、懐かしい、と感想を吐露。過去の、バースデーライブ、を振り返る VTR のちの、オーバチュア、では、メロディーに合わせて、早くもクライマックスかと錯覚するような割れんばかりの大歓声が会場を揺らした。メインステージでは、夜明けまで強がらなくてもいい、思い出ファースト、日常、など、ファンへライブで聴きたい楽曲を募り選ばれた人気曲を次々披露。観客のコールを浴びた、裸足でサマー、では、秋元と副キャプテンの3期生、梅沢みなみらが客席間の通路を行くゴンドラから観客にアピールし、3期生の久保しおり、山下美月、与田祐希による、言霊法、では、意外性のある選曲に驚きの声が上がった。バル、MC では、この日でメジャーデビュー11周年となるグループを祝し、会場全体で、ハッピーバースデートゥーユーを大合唱。18日に卒業を発表し、3月28日に卒業セレモニーを控える2期生、鈴木彩音が、今回のバースデーライブにかける意気込みを語った。2022年を振り返る VTR を挟み披露した、同年加入の5期生曲、絶望の1秒前、では、コロナ禍にリリースした楽曲であったが、曲中のフレーズ、ウォーウォーなどをメンバーと共に観客も歌唱。4期生の柿春香が、皆さんタオル回す準備できてますか、と鼓舞した、好きというのはロックだぜでは、コールの復活を待ち望んでいた観客たちが歓喜し、メロディーに合わせた大歓声で楽曲に花を添えた。ステージは進み、2022年末でグループ活動を終了した1期生、斉藤飛鳥のオリジナルセンター曲、ここにはないもの、では、ステージでセンターを務めた4期生、遠藤さくらが涙のスピーチ。MC を挟み、僕は僕を好きになる、さよならの意味、などを披露した終盤ではじっくり耳を傾ける曲が続く中、4期生曲、IC。の冒頭で柿が、全部出し切りレイ、と叫ぶと、客席は、イェーイ、と呼応。曲中で、最後まで全力で騒ぎゲー、と煽ると、歓声はさらに増幅した。参加メンバー全員で歌い上げた、引っ掛け、で本編は終了し、ステージが暗転。アンコールを待ちわびる声も3年ぶりに復活し、グループカラー、紫の光に染まった客席では、乃木坂46の歓声が繰り返された。観客の熱意に応えて、ステージを離れたメンバーが再び登場。ガールズルールではイントロで地鳴りのような歓声が轟き、冒頭の山下美月によるお前らいけんのか、騒ぎゲーの煽りに応えるように、観客は盛大なコールで楽曲を盛り上げた。続く、ダンケシェーンでは、歌唱メンバーの名前を叫ぶ定番のコールが復活。最後、秋元が、やっぱ乃木坂だな、とお決まりのフレーズを叫ぶと、観客は、だなー、と勢いよく返した。最後の MC では、秋元が梅沢の新キャプテン就任を発表。秋元は、梅にやってもらえるのが、何よりも一番嬉しいので、
こうやって引き継ぐことができて、今日ちょっと安心しています、と信頼を寄せ、最悪を引き継いだ梅沢は、これからの乃木坂を引っ張っていくには、この、キャプテンの、重みだったり、怖さを吹き飛ばす力が今の自分には必要なんだと思っています。後輩たちが伸び伸び、不安な気持ちなく活動できるグループを目指して、そして、ファンの皆さんが楽しんで追いかけられるグループにできるように、私なりに少しずつ頑張っていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします、と決意を示した。